タヌカナが嫌いな理由を正確に教えてください。え、でもこれ言うとマジで傷つくよ、本人。でもなんかまあ、なんか170センチの、あ、でも彼女は俺見たんだよ。彼女は自分の言い分だから別にいいじゃんって言ってたんだけど、俺別にあいつ、男を選べるような女じゃねえと思ってるから。<laughs> だから <laughs>、っていう理由で、 え、お前みたいなもんが言ってんじゃねえよって思ったで。もっと素敵な人っていっぱいいるのに、そういう人たちが言ってないのに、お前みたいなもんが言うんじゃねえよって思いました。だから嫌いです、僕は。で、僕の意見なんで、彼女と同じ意見なんで、別に、あの、何もないと思います。問題は。すごい今、正確に僕の気持ちを伝えられることができました。いや配信者とかやってればさ、そりゃさ、 なんか男が言い寄ってくんじゃん。あの、女も男も言い寄ってくんのよ。それって分母がでかいだけで別にモテてるわけじゃないから。で、今この放送に10%ぐらい女の子いるのね。で、今3万4000人見てんの。ってことは3400人女いるんだよ。3400人いたらみんなだって同じぐらいモテんのよ。そのうちの10%の人に好意を持たれたら340人に好意を持たれてんだよ、今。10%の人に好意持たれてるだけで、340人の人から好意持たれてんだよ。 で、パーセンテージは変わんないじゃん。みんなは10人の指令の中から1人、じゃあ選ぶとするじゃん。パーセンテージ変わんないの。このパーセンテージが高い人はモテるって思うけど、俺別にモテてないもん。だから。文母がでかいとモテるんだよ、結局。あと、父でけ女とかってさ、なんか、男って弱いじゃん。<laughs> 皆さんもき、心は、ボロは切れども、心は二色です。<laughs> この前初めて、タヌから見たけど、YouTube の動画勝手に流して、 九割くぶくりアンチだけど、あれって正常なんかわかんない。俺あ、配信は見たことないんだよね。人間性が嫌いだけど、別に配信が嫌いなわけじゃないよ。でもわかんないじゃん。その人間性も、もう、本当氷山の一角だからね。本当は根はいい子なのかもしれない。わかんないけどな。たら <laughs> からカトジンさんはかっこいいし、面白いけど、突してくれ。もうカトジンさんの意を借りてるだけで気持ち悪いし、思わないって言ってた正解。たまに、あれだね。 あのー、芯食った。ちょっとビヨンド使ってるけど、から根元だけど飛んでるね。シンじゃないけど、根元だけど飛びはしてるね。で、別にいいんだよ。みんなって面白いのが仕事じゃないからさ。ぼーっとしながら、今の感情をふわーって書くだけでいいから、半分白目でこうやって。<laughs> 面白い、その中で面白いコメント見つけんのがわしの仕事や ただ、こうやって流れてると、最近、動体視力が衰えてて、老眼も若干はじ、始まり、始めてるから、こ、こうやって見なきゃね。けなんで、ウシは自分がキモいってことに気づいてないんですかいや、もうそれお前が答え出してんじゃん。お前もキモいけど気づいてないじゃん。そんなこと言ってる時点で、お前 <laughs>、今こんなにキモいコメントばっかだけど、お前のコメント一番キモかったから俺今読んだんだよ。なんで気づいてないのかじゃあ、お前が答え出してくんな、ね、い俺すげえキモいと思うのねお前。その答えはお前が一番よくわかってるって、なんで気づいてないの まさかと思うけど自分がいけてると思ってる。お前がそれを答えることによってお前の疑問も解決するよ。多分。変わんねえの、メイクスは鼻くそな女。なジャンル分けしてるのはもう時代遅れなんだよ。変わらん。<laughs> マジでな。<laughs> 変わんない。本当に。